明日からエベレストなんですけど、今整形外科来ました。こちらですね。以前もお世話になったことで、やっぱり胸にひびが入っていて、第三肋骨ひび、重い荷物を持たず深呼吸するなって、うわ、やっぱそうなんだ。昨日持った時どうもおかしかった。ただこれ2週間したら治るかもってことなんで、なんとかベースキャンプ中に治したいと思います。いや、自分全然余裕じゃないんですけどね、神様がまたちょっとこんなねイベントくれて、もっと楽しめってことなのかもしれないですけど、いや、こういうイベント、とりあえず今回のエベレストはまああんまりいらなかったんですけどね、もっともっと楽しめってことかもしれないです。いや、深呼吸すると痛いですからね。まあいっか。これですよ、これ、第三肋骨切れます。重い荷物、リュック厳禁、深呼吸厳禁。ただ行ってきます。前日ですけど、今日準備できるだけ、バックにはバックパックダメって言われたんで、2週間、右手で持てるものに、あと荷物は最低限にします。明日の準備、今更ではあるんだけど、自転車を乗らないよ、左をとにかく使わないように固定しながら、で今から最後に手袋と、ちょっと多少、欲しいものみたいなものを買いに行きます。保険を入って新たに、今ここは池袋メトロポリタン美術館の中の郵便局、これからモンベル山屋さんに行ってで買います。モンベルでこれを買ったんで、手袋と保温袋、あとはウールの手袋をもう一枚買おうかなと思っています。今咳をするとここが痛いんで、なるべく風邪もひかないように、あとマスクで、ミントスプレーをね、これ上ですごいいいんで、今までの経験からすると干し芋が一番腹持ちよく自分のパワーになりそうだったんで、これは自分で持っていきます今回。で、生姜、これはよくわかんないけど、なんとなく、あとレース、アタックの食料ですね、自分の。干し芋3個いくんじゃないかなと思うんですけど、マジでこれ没収されないことを祈って、あとはブリーズライト、鼻につけるやつと、カッコン糖めっちゃ入れてる、ブリーズライトってやつ、鼻につけるやつ、コンタクトと、これで一通りかな。あとはちょっと左肩がしょえないんで、これを買いました、急遽。もう使い捨ての勢いで持ってきます。完成かな、2個と、こちら1個、だいぶ軽くしたはずと言ってもまあまあ重いな。まあいいか、しょうがないか。お酒は禁止されましたけど、今日は最後だし飲んじゃおうか。明日から飲むのやめようか。明日から行ってくるよ、ゆめきっち。なんか隠れてんね、これの。あ、へぇー、くどき上手。食べさせてあげる、美味しいよ。ありがとうございます。はい。うまい。うまいんだ。じゃあ、赤いソースそれ。うん、なんかタコとかにありそうね。あ、はい、百十郎。はい。あ、そうそう、こっち。こっち。はい。違う。
くるんですよ。